島崎ゆき子は日本の元女優、シャンソン歌手。本名、土屋敏子。元夫は映画監督の熊城達美。東京都出身、大田原高等女学校卒業。終戦後、バーの女級などをしながら役者を志し、中央演劇学校で学び、1949年、俳優座養成所の2期生になった。 1950年に新東宝映画のフレッシュガールに応募。藤本真澄の目にかない山の彼方にでデビューした。芸名は石坂洋二郎が青い山脈のヒロインの中から取ったもの。二作目の夜の日ボタンの制作では主役の座をめぐり、脚本の八田直行に直談判後一時行方不明となった。結果的に主役の座を争っていた女優が降板したため、 夜の日ボタンでは主役を得ている。1951年東宝に入社。映画、飯、若い人、七人の侍などに出演し活躍。東映や日活、新東宝の映画にも多数出演している。1955年に当時は日活の助監督であった熊城達美と結婚。1959年からはシャンソン歌手としても活動を始め。 同年の第10回 NHK 紅白歌合戦に歌手として初出場した。この回の赤組の初出場は他にザ・ピー・ナッツらがいる。1963年、銀座にシャンソニエ、エポックを開店し、後に高級クラブへと携帯を変えながらも、約24年経営する。1967年に、神代辰美と離婚したのを機に、芸能界から退いた。 1981年、舞台、プラトーノフで、木の国屋ホールに出演し、芸能界へ一時復帰を果たした。2014年死去。島崎幸子、姿を消す5日前に外出したまま、朝日新聞、昭和25年9月24日、映画監督人代、辰美 P681 から685、人代立インタビュー、父、熊代辰美。 紅白歌が戦アルバム NHK20 回放送の歩み。ありがとうございます。